寝不足？どうしたの、ユイ？私も今、テスト週間なんだ。昨日、弟にも勉強教えてたら、自分の見直しが遅くなっちゃって。なんだか、映っちゃったみたい。恥ずかしいな。へえ、学校って大変なんだね。楽しそうなことばっかりじゃないんだ。っていうか、二人ともそれでよくアストルムに来るね。大丈夫？私はさっき、少し眠ったから。え？消しゴムに、隣の席。ないの。ごめん。アストルムは国民的バーチャル MMO だし、そのくらいの偶然が重なっても。あのさ、その隣の女の子ってどんな子なのか聞いてもいいかな？見た目とか性格とか。やだな。ユイ、なんだか今日様子が変だよ。この辺りはモンスターの巣があったんだった。私、用事を思い出したから帰るね。弟と妹にご飯作ってあげなきゃ。ごめんね。逃げよう。ユイがいなきゃ勝てないよ。ナイトなのかな。全然わかんないよ。本当に好きだよな、ユイは。うわ、マコトちゃん。ったく、好きなら好きってバシッと伝えてくりゃいいだろ。めんどくせえやつだな。何言ってるの。呆れたぜ。気づかれてないと思ったのかよ。バレバレだっつーの。別に、最近、やっと仲良くなれたと思ってるくらいだし。それに、私のことなんて、あんまり気にしてないだろうし。そんなもん、聞いてみりゃいいだろうが。まったく、そのままだと見すぎて穴が開いちまうぞ。あのね、誠ちゃん。見つめてたのはそうじゃなくて、実はね。あ？アストルムでパーティーを組んだ相手が似てる？まだわからないんだけど。そうか。なら安心しない、ユイ。きっかけは、私が作ってやるから。ちょっと、マコトちゃん、何する気？こら、てめえ！
今見なかったことにしようとしてただろう。とりあえず屋上まで来やがれ。うるせえ、とっとと来やがれ。まことちゃん、ダメだよ。何してるの。ほら、ゆい。ああ、もう、めんどくせえ。おい、放課後、あたしらと一緒にアストルムやるぞ。ナイトだったんだ。悪い、予定が入って行けなくなっちまった。ところでお前、好きなやつとかいないのか？いきなり何聞いてるの？まことちゃん！答えなくてもいいよ！まことちゃんがきっとふざけてるだけだから！少し残念だけど、いるって言われなくてよかった。別に何でもないよ。私そんな顔しちゃってたのかな。恥ずかしい。私も今日は帰ろうかな。逃げんじゃねえぞ、ユイ。うわっ！どこかから見られてる気がする。ここに椅子があってよかった。